はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。第21話今できることが放送となりました。いや、シーズン2のね、まあクライマックスが後半戦に入って結構怒涛の大展開だったんですけども、今回今比較的ね穏やかな回だったんですけれども、その中でもう粛々とねもう進んでいくというか、出てくる新情報がまだたくさんあったんで、まだこの最終段階でこれだけ出てくるかという感じなんですけれども、すごいワクワクする展開たくさんあったのと、いやもうこれ確実にこういう展開になるんだなと大体読めてきたと思うので、その辺をね冒頭からゆっくりまとめながらね、振り返っていこうかなと思います。もちろん細かい部分はまた別動画でね細かくやろうとは思うんですけれども、放送後のねテンションで撮ってるんで言い間違いとかもしくはなんかおかしい部分もたくさんあると思うんですけれども、ぜひね皆さんと共有できればなと思います。まあ、いずれにせよついにね主人公機体の最終機体になるんじゃないかなと思うものも出てきたので、闇落ちする人物とかもうその辺も確定してきたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんのね感想とかもしくは考察等あればコメントでお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まあ、前回なんですけども、まあ、グエル vs シャディクだったりとか、ノレア vs ケナンジってところが描かれていったりしたんですけれども、まあ、ノレアが退場したりとか、なかなか苦しい回だったんですね。感情的にもかなり苦しいなと思ったんですけれども、今回はね、クワイエットゼロ関係前回語られなかったので、おそらく来るだろうなと思っていました。で、放送前のね、ツイッターの方でも一応カットが出ているんですけども、まあ、ミオリネだったりとか、プロスペラだったりとか出てたんで、まあ、この辺触れられていくかなという感じで、もちろんその通りの展開となりました。まあ、ミオリネがね、どん底に落ちていたとこからどうなったのかわからなかったりとか、クワイエットゼロどう進んでいるのか、もう一気に今回進むんで、その辺も見ていこうと思います。まず冒頭分ですね、ベルメリアとなっております。ベルメリア前回ね、フェンとグスト、まあ、宇宙議会連合と話をしていたんですけれども、その途中にゴドイに撃たれてね、フェンが退場してしまったんですよね。で、グストンとベルメリアで、まあ、クワイエットゼロの元へ向かう中で、彼女ってことで、まあ、プロスペラを止めてくれという感じでね、フェンが最後のね、遺言を残していったんですけれども、で、そのベルメリアの話になっていて、で、パイロットには心当たりがあると言っていました。これ何のパイロットなのってことはもうすごいゾクゾクしますよね。この時ね、シュバルゼッテなのかなと思ったんですけど、実はこの後ね、いろいろ出てくるんですけども、ここまとめていこうと思います。そして、ボロボロの学園が描かれていて、まあ、ミオリナの菜園も壊されていましたね。これ前回のね、動画でもちょっと触れなかったんですけれども、菜園の方は普通に出てきて、普通に一瞬で壊れていたんで、もうそんだけあっけなくね、こう、学園のものとかも潰れてしまうということが、こう、戦争自体を物語っているのかなと思いました。そして、スレッタは積極的に働きかけております。これはね、これまであったスレッタの強がりだったりとか、もしくはなんかこう、から元気ってところではなくて、前回のエアリアルとミオリナをテレビ越しに見た時に、自分が全てを悟った部分で生まれ変わったというかそういう感じですよね。でそこにセセリアが登場するんですよね。これセセリア完全に狙ってると思うんですけれども、セセリア来ててスレッタが変わったことに気づくんですよね。めちゃくちゃいい役どころを持っております。そしてオープニングへと移ります。今回変更はありませんでしたね。こちらに今回変更はありませんでしたが、おそらく次回最終話ぐらいで変わるんじゃないかなと勝手に予想をしております。それ変わらなかったらね、もしかするとね時クールあるんじゃないかなと思います。これねいつも動画で触れられるんですけども、完全に私のね希望という形でコメントしてるので、そこはご了承ください。そして CM 後はねペトラどうなったのかなと思ってたんですけども、一応生きてはいましたね。ただ危険な状態ということで本当苦しい展開かなと思います。ここまでね生存してるってことは、おそらく本編でねこう亡くなってしまうとかそういうことはないとは思います。でラウダにも連絡が取れないと、はい、これは最後につながってくるんですけれども、グエルがめちゃくちゃ心配していました。そしてラジャンとケナンジの場面ですね。こちら機体を分析結果、ノレアは確認できないとなっていました。これパイロットがねいないんですよね。それだけ一瞬でも焼き切ってしまったという感じで非常に辛いなと思います。でラジャンがねケナンジに言ってたんですけれども、まあ、議会連合が動き出すぞということを言っていましたよね。まあ、これについてはね前回シャディクとグエルの戦いの後にねこれだけのことがあったというか、ベネリットに関してもやっぱこう足踏みしてたところが、宇宙議会連合動くんじゃないかなってところが明確にまた語られております。そして、ミオリネ、デリングの元へと行っています。デリングのところにちょっと久しぶりなんですよね。まだ寝ております。まだ寝ております。言い方もそうなんですけれども、脊髄をやられて、長期戦でまだ寝ているという感じです。シーズン2ね、ずっと寝てますからね、ほんとそろそろ起きてほしいなと思うんですけれども、まあ、そこへグエルもやってきております。まあ、クイーンハーバーのこと相当ミオリネは食らっていますね。これまでシーズン1からシーズン2においてもずっと強がりというか、もうこう強いね、ミオリネっていう印象があったけど、もう本当にこう精神的に追いやられているというかなりやばい状態だと思います。ラジャンも動いてきてくれているということで、グエルも安心させようとするんですけども、ミオリネ自身が変わらないと、まあしんどいところだろうなと思います。そしてシャディクですね。シャディクも捕らえられているんですけれども、シャディクとミオリネの場面になっております。こちらスレッタがシーズン1の方でガンダムを使ったことで、こうね、捕まってしまった場面ありますよね。あの時と格好はほぼ近いんですけれども、手錠をしていました。で、手錠っていうのが結構ね、中でこうビームに繋がってるみたいな感じで、ちょっとアドステラらしい感じになっていました。ご愁傷様総裁ということで、ちょっと皮肉じゃないですけれども、シャディクも言っていましたよね。シャディクガールズも無事ということが
分かっております。ただ彼女たちの罪は軽くしてくれと、まあ、シャディクはね自分が全てやったことだということも全てね明かしておりました。でここで新たな事実というかちょっと深いところまで語られるんですけども、シャディクが議会連合とは前からつながっていたということが明かされております。ただ踏ん切りがついたのはということで濁していましたけど、おそらく本編のねこう身寄りね関係のことですね。グラセの団体戦とかあの辺があったあたりからおそらくもう踏ん切りがついたんだと思います。立場は違いどうこう身寄りねと同じような気持ちだったんだなというところが重なるというところですね。これ本当にねもう全然形というか進む方向は違うにしても結果的には同じところへ行き着いているということが語られております。まあ、この、ね、手錠の感じからもしかするとね今後シャディクたちはまだねこのままな牢屋の中という可能性もないのかなと思ったり思わなかったりというところです。そしてスレッタはね学園でねこうみんなこう困ってるところにトマトを配るんですよね。そのトマトの美味しさに感動する生徒たちとなっております。おそらくねミオリネだけが育てていただけではなくてこのトマト自体ってことをスレッタだけではなくてみんな知らなかったよということが語られております。でね個人的にすごい良かったのがチュチュがね殴り合った生徒たちいましたよね。あの時の生徒にトマトを配っているんですよね。特に何も恨みもないのにありがとうと言ってる。そういう関係が築かれていて、これは本当対比として描かれているんですけれども、まあ、チュチュのね前回からもそうですけれども大きな成長が描かれております。でなんでトマトがあるんだよって話なんですけれども、食べきれなかった分を冷凍していたとのことでした。かなりね収穫量あるんだなと思いましたね。そしてここもすごい注目ポイントなんですけれども、スレッドはミオリネならどうするのかっていうのを分かってたんですよね。こうトマト勝手にやってもいいのかって問われてたんですけれども、ミオリネさんならこうするってことを悟っています。これ非常に重要なことだと思うんですけども、スレッド自身は本当にこう他者の気持ちだったりとか自分自身もしっかり俯瞰して見れているっていうところはすごいここは重要かなと思いました。そして地球寮のみんなでトマトを配給していました。でマルタンとニカのシーンも良かったですね。まあ、話をしようよっていう話をしていたんですけれども、ニカはねここでね自分の決意を明かします。退学を希望しているんですよね。まあ、自首してこれをねホルドの夜明けとの連絡係としての立場をまあちゃんと自首して自分の力でこう地球と宇宙の架け橋になるという夢を叶えるという意思が伝わるんですよね。これまでのニカっていうのはアーシャンという立場からまあ裏のルートでねこう入学していたんですけれども、そうじゃなくて自分の力でちゃんと行きたいよっていう道をねもうまっすぐ前を向いているニカという感じでした。そしてマルタはねどうすればいいかわからなかったと言っていましたけども、これはもう本当ねあのどちらかいいかも一番じゃない方法とも言われていましたけども、まあみんながいたからっていうところで、まあ、寮長マルタがもう最高すぎるんですよね。もう成長というかもうマルタはそういう素質があるんだなということを感じる回だったかなと思います。でトマトを配給していたんですけども、ここへねベルメリアとグストンがやってくるんですよね。スレッタを訪ねてきます。おいおい待てよと、これ最初に言っていたパイロットの件まさかスレッタついに来るかと思っていて、はいこの後繋がってくるんですけれども、スレッタに頼み事があると来ております。でここで場面が変わるんですけども、ペール社一同来ましたね。いきなり謎の場所なんですけれども、ベネリットグループじゃないなと思ったらもう告発してたんですよね。宇宙議会連合側に寝返るもなんてことをしてくれるんだという感じですよね。第7条に基づき強制介入をしていくという感じです。これでもベネリットグループ完全に最大の危機を迎えてるんですけども、ペイル社がもうクソ野郎すぎてちょっと叶わないなという感じです。風向きが変わった自分は風が吹く方向に向くんかよっていう感じでしたよね。まあ、宇宙議会連合の人は初めて、まあ、登場してきたかなと思います。もちろんフェンとかグストンはいましたけれども、まあ、おそらく上層部の人間というのはああいう感じなんだろうなという感じで、雰囲気もこうなかなかあるなという、なんか階級的にもちょっと上の人っていうイメージすごいありましたよね。まあ、最後はやっぱ VS 議会連合になるのかなと思ったんですけども、この後、また展開があるんで、そこは語っていこうと思います。共同声明ということで、ペイルのね、離反となるんですよね。いや、ペイル社ほんとやってくれたなと思います。これでね、もっとなんか重要的な立ち位置で関わってくるのかなと思ったんですけど、ほんともう、まあ、これがどういう結果を迎えるのかわかりませんけれども、とりあえずペイル社はベネットグループが離れたという感じで、まあ、逃げ隠れしてるって感じですよね。プロスペラは雲隠れをしているということと、まあ、モールスーツ協議会、まあ、カテドラルも議会連合を支持しているという状況となっております。これ最悪の状況ですよね。完全に八方塞がりとなっております。そしてサリウスからね連絡が来るんですけども、まあ、デリングから学べとね、ミオリネに言っていましたよね。サリウスは全責任を自分たちに落ち着けてでもやれというね、もうほんとね、もうかっこよすぎるというか、いや、もうなんかね、こう、未だになんですけど、まあ、サリウス、デリングとか、まあ、そのビムとかもそうですけど、みんなね、すごいなんかちょっと悪いイメージがあったんですけども、このシーンを見ると、ほんとみんなそれぞれの意思で動いてるなということを感じます。特にサリウスに関しては、アーシアンのアカデミーがあったりとか、こうね、ちゃんとそういうところも配慮している部分からも、サリウスっていうのは本当に、ね、代表になってほしいぐらいの素晴らしい人材なんじゃないかなと思います。まあ、デリングもそうですよね。本当にこの御三家たちっていうのは、この上に立っているという存在感が、ね、やっぱりよくわかるシーンだったかなと思います。そしてスレッタのシーンに戻るんですけども、クワイエットゼロについてベルメリアから地球寮へ解説されていきます。その危険性が語られるんですよね。このね、パーメットっていうのはどこまで使われてるのかなっていうのを細かくね、小出しにされていたんですけども、すべてやっぱこのね、パーメットだと生きていけないという設定が各所でね、明かされております。これすべて掌握されてしまうということで、本当生きていくのが難しくなるすべての人たちがという感じの意図がね、語られておりました。プロスペラの目的っていうのもここで語られるんですよ。
よね。でここでチラッと出てきました5号ね。前回ねソーンを助けるためにガンダムルブスウルに乗って行ったんですけれども、そのままもう叫んで初めてデータストームを受けたというか、そこでウルを乗り捨ててどこに行ったのかなと思っていたんですけども、まあ逃げていましたね。でこの内容を聞いています。まあ、スレッタは自分の母親であるプロスペの説得をという形になるんですけども、説得は無理とスレッタは言い切るんですよね。自分は本当の娘ではないと言います。ここは言い切れるってところがもう本当成長というか悟ってるなと思います。ここでスレッタはエアリアルとスレッタ、まあ、エリクトのことをトマトで説明しているんですよね。まあ、リプリーチャイルドだったりとか21年前のバナディス事件のこととかね、まあ、エリクトはガンドでエアリアルの招待コードを移したことっていうことを明かす、全て解説明かしていきます。これは前回最後にねエアリアルに乗った時にエリクトのこの幻覚みたいなものを見ていましたけれども、そこからデータストームで全てがねエリクトから渡されていたということが全てだと思います。でスレッタ自身も自分は鍵だった、まあ、つなぎだった、ただのね本当空っぽな存在なんだなということを語っていきます。まあ、それでもお母さんプロスペラのことは好きだった、まあ、でもそれでもプロスペラにとってはもう本当そういうものだったよということが言うんですよね。まあ、お母さんを説得できるのは本当エリクトだけという感じです。まあ、ここで思ったのはね、やっぱエリクトだったら言うことを聞くのかなというところですね。ここ結構最終的には鍵になってくるんじゃないかなと思います。そしてここで説得はできないからどうするのかといった時に出てきましたね。これおそらく新商品 B でも確定なんじゃないかなと思うんですけども、はい、キャリバーンです。まあ、ガンダムキャリバーンなのかキャリバーン、まあ、ガンダムキャリバーンですね。バナディス事変21年前に押収された機体という感じでしたね。今回うっすら映っていましたけど、まあ、あれピンクルブリスという感じでは全くないですね。もちろんエアレールの元になっていたので、ということは、まあ、量産型ルブリスが行った中にまだ別の機体があったということになりますよね。ただあの状態に残っているのはちょっと違和感はあるんで、これまでちょっと解説してきたんですけども、まあ、デリングとかもしくは何か手を加えている可能性というのもあるのかなと思いました。まあ、おそらくこれスレッタの最終機体で確定だと思います。で化け物という名前のねガンダムなんですよね。まあ、テンペストの登場したキャリバーンというのがいるんですけども、そこと一緒だと思います。ただここに関しては正直ね、あの皆さん多分頭によぎった方も多いと思うんですけども、まあ死亡フラグちょっときついんじゃないかなと思います。スレッタがどういう結末を迎えるのか、ここはちょっとキャリバーンのようなみんな拒否してたんで、まあ、ここがねエリクトが変わってきてくれるとまた変わってくるのかなと思いました。そしてねニカはここでベルメリアにも問うんですよね。まあ、強化陣死についてのことです。まあ、ベルメリア自身もねこう21年前からずっと呪われ続けている、まあ、あの時にも死にたかったということを言っていましたよね。で生き続けていたからこそガンダムの呪いとしてこういうも生きていくために仕方なかったってことを吐き出しているんですよね。まあ、大人だから仕方ないとか、もう子供だからとかそういう意味じゃなくても、ベルメリアは仕方なかった、自分はこうすることしかできなかったってことを、まあ、泣きながら言っております。これはもうまあ共感する部分もありますよね。まあ、これでね形を変えていればプロスペラのような形になっていたということも考えられるし、非常に難しい選択だなと思います。でスレッタはガンダムの呪い5データストームを受けなかった理由も語っていましたね。まあ、エリクトと話をしたいと言っていました。これは対話という部分があるんではないかなと思います。ただこれでキャリバーンにねスレッタが乗るとなれば、データストームを受けてガンダムに乗るのはもう濃厚だと思います。連れて行ってくださいガンダムのところへとなっていたんで、果たして、まあ、次回おそらく登場してくると思うんですけど、めちゃくちゃ楽しみですね。そして回収型エアリアル登場です。久々ですね。クワイエットゼロの装置にも完全にマッチしていました。こんな感じなんだなという感じです。そして物々しいクワイエットゼロですね。ほんとまがまがしい、なんか外から見たのってほんとただねパーメットらしきものっていう感じなんで、どんな兵器なのかわからなかったんですけれども、もうラスボス感否めないですよね。もうこれモビルアーマー枠と考えてももう間違いないんじゃないかなと思います。とりあえずもう本当に闇でしかない感じがありますよね。そしてプロスペラの言葉でクワイエットゼロからオブジェクトが出てきます。これガンドノードですね。ガンドノード今回ね白黒ですかね、まだ出てきてなかったんですけども、結構濃紺な色でしたね。色濃いなと思いました。そしてカラゴールっていうの議会連合からのモビルスーツも登場しております。ただ圧倒的な機動力の差で議会連合側が押されています。そしてここで青いパーメット発動オーバーライドですね。もう何もできず全てを破壊されていきます。議会連合は壊滅、もう強すぎる、圧倒的ですね。お疲れ様ありがとうエリー、あなたのための世界と言っていて、その光景を見て驚愕ですよね。いやこれをねエリクトが求めているのかというところですよね。もうさすがにこれは闇ですよね。そして場面は変わってチュチュがね、あのグストのことおっさんってねさりげなく言ってましたけど、それちょっと面白かったん でここでねチュチュも行こうということになります。仲間をもう一人にしたくないというねマルタンの言葉、いやマルタン寮長としても素晴らしいですね。男です。でここで5号も乱入してきております。ガンダムに乗るのはお断りということで、まあ、キャラが変わってるねって言われたんですけども、これ完全ノルヤのおかげですよね。まあ、ちょっとこれは分からないんですけども、前回ノルヤとね今回ねデータストームを受けたことによってこう5号自身も何か変わるきっかけができたんじゃないかなと思います。もちろんノルヤとね出会いだったりとか、ノルヤをね失ってしまったことへに対する生きることから逃げていたことだったりとか、自分たちをどうするのかっていうところをね5号もやっぱ腑に落としたんじゃないかなと思います。でスレッタもねエランのことを聞きたいと言うんですよね。5号も承諾しております。
そして最後終盤なんですけども、ペトラ映されていたりとか、ラウダ登場しましたね。もうこれは完全にシュバルゼッテも確定で、もう間違いないかなと思います。ただ問題としてはね、その矛先がミオリネなんですよね。まあ兄さんが変わってしまったとかいろんなこと言ってましたけど、矛先ミオリネっていうところがちょっと違ったかなと思います。まあ、シュバルゼッテがどう関わってくるのか、要するにもうそのベネリットグループ側に関わってくるのか、第三勢力みたいな感じですよね。まあ、機動戦士ガンダムユニコーンでいうとこのバンシーのね、リリー・ショイみたいな感じのちょっと雰囲気を感じたんですけれども、いや、ちょっと、まあ、ラウダはおそらくシュバルゼッテ確定で、キャリバーンはスレッタが乗ってっていう形で、どうやってクワイトゼロを倒していくのかっていうところが今後語られていくのではないかなと思います。第22話、紡がれる道ということで、もうここからね、急展開とはなるんですけれども、おそらくもう残り最終決戦という感じになってくると思います。果たして新しいガンダムどんな形なのか、スレッタには生きてほしいし、もうほんとね、次回も楽しみだなと思います。また細かく気になる部分はたくさんあるんで、そこはピックアップして動画にしていこうと思います。ぜひよろしくお願いします。皆さんの意見、考察等あればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。